最終レースを迎えました12レースの準優勝戦、残る優勝戦の議席はあと3つです。さあ、エースモーター44号機森博之登場、さらにはシリーズここまで負けなしてきている中田龍太がインで迎え撃つのか。12レース準優勝戦、1号艇埼玉中田龍太、2号艇東京佐久間明、3号艇東京森博之、4号艇東京庄司キララ、5号艇長崎落合圭一、6号艇山口大峰豊、以上6メンバーの対戦です。小島の SG も実に気になるところでありますが、大事なのはこの戸田競争水面の準優勝戦。引戦は1号艇中田龍太、今スタートラインへ正対しました。そして2コースには2号艇佐久間、3コースが3号艇森博之です。船を引いていく4号艇庄司、5コースに落合、6コース大峰と決まります。スタート展示ではピット離れ良かった大峰が4コースでありましたが、本番レースでは枠なり3対3となっています。スタートまで10秒前です。進入体験1コースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。12レース準優勝戦スタートしました。インから中田が A 発トップスタートを切りました。中田が好スタート、2コースから佐久間、3コースからさあ森博之の仕掛けでありますが、これは届かない。インから完封する1号艇中田龍太が押し切っています。2号艇佐久間が続いて3号艇森博之、スタートは絶対正常でした。インから押し切りまして、早くも独走状態か1号艇中田龍太、自らの手で連勝を伸ばして、さらに優勝戦1号艇の切符を手にします。2番手2号艇佐久間、おー、3番手は5号艇落合がさばいてまいりました。森は絶対絶命の位置を成しています。最後方に後退してしまいました。レースは2周回目に入っています。先頭は1号艇中田、2番手には2号艇佐久間、そして5号艇落合が続いて2周の1マーク、1号艇中田、そして2号艇佐久間の順、3番艇5号艇落合、そして3号艇森はどうした、最後方に後退しております。1、2、5の上位体系になりました。先頭は1号艇の中田龍太、これで6連勝目ということになります。完全優勝に王手をかける1号艇中田龍太、2番手に佐久間、3番艇5号艇落合圭一、おー、6号艇大峰が来た。6号艇大峰、あとは残り1周でどこまで肉薄できるか。最終周回に入っています。3番艇5号艇落合の背後、まだ仕掛けるには距離がありすぎます。6号艇大峰、最終周回1マーク、さあここでどこまで距離を縮めるか。しかし大回りになった、ここで勝負あった。完全に優勝戦圏内の3人は出揃っております。1号艇中田、2号艇佐久間、そして5号艇落合、1、2、5の上位体系です。3連単は 27.3 倍の通、今最終コーナーを1号艇中田が旋回、2番艇佐久間、そして3番艇5号艇落合、体勢固まって12レースの準優勝戦まもなくゴール。先頭1番中田ゴールイン、2番佐久間ゴールイン、5番落合ゴールイン、6番大峰ゴールイン、4番庄司ゴールイン、3番森ゴールイン。